おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日はですね、テーマは雪なんですけど、ちょっとみんな今日少ないけど雪描いてほしい。何でもいい。雪といえばこれです。地でも絵でも何でもいい。山の感じ。山の感じ。雪どんどん描いていい。どんどん巻いていい。そんな感じよ。感じだよな。何でもいいよ。やっぱりそうだよ、ね、雪でできたものでもいいし、雪の風景でもいいし、雪といえばこれです。でもそうなんだ。やっぱり雪といえば、やっぱり正月といえば。
ったと言うんですけど、雪見でも俺ら意味わかんないじゃないですか、その手紙の中身が、うん、普通は。これ見るとちょっとその手紙の中身は何なのかっていうのが分かったらちょっと楽しくなるじゃん。ただの雪、あー降ってきたっていう盛り上がりもあると思うんですけど、あ、こういう雪降ってきたらこういう手紙が届いたなみたいな感じになったら面白いなっていう話です。さあ、雪の結晶もとか言うんですね。これは本当にね、写真集なんみたいな探して興味ある人は書いてみてください。はい、始まりはある冬の日、今日みたいな感じです。空高く寒い寒い雲の中、雪の物語が始まります。雲の中でなんか手紙に書くような中身が始まってるんですね。なんかいろいろ出来事を思ってみて、雲はほとんどが空気と水蒸気でできていて、どちらも私たちの目には見えません。その中に浮かぶ小さな小さな水の粒、氷の粒が光をちょっとだけ反射するので、それが白く見えて雲と見えます。はい、その中で何が起こるのかっていうと、最初は本当に小さな塵から始まる。雲には小さな埃や灰、塩、海から舞い上がってきた、はい、風に吹かれて生きたまま舞い上がった雲の中で死んじゃったバクテリアとか、はい、雪の結晶はそういう小さな塵がまず最初にないとできない。水があるでしょ、で塵はもうすっごいちっちゃいので普通は目で見えませんけど、まあ、ちょっと大きくしてみたとするとこんな感じのやつ、まあこれをちっちゃいのを大きくすると、まあ、肩の張りだったりとか、花粉だったりし、あの海から塩が舞い上がってそれがふわふわしてる場合もあるし、しぼこりの場合もあるし、あのバクテリア、微生物、まあ、いろんなものが浮いてるんですよ、目に見えない。で、それがスタートです。で、雪の結晶の芯に最初の芯です。気温が十分に下がってくると、今日もだいぶ寒いんですけど、もっともっと下がると塵の周りに水蒸気がくっつきます。そこから雪の結晶になるまで順を追って顕微鏡で見ていきます。そうすると最初もすっごいちっちゃいんですけど、水の粒になって、水の粒が気温から凍りますよね。で、凍って氷の粒がさらに水蒸気がどんどんくっついていくと、だんだんね、六角形になっていく。だんだん六角形がたくさんくっついていって、小さい六角形がたくさんくっついていって結晶ができて、六角形がいっぱいくっついていって六本の枝が伸びていってこうなるんですよ。で、いろんな枝が描いてますけど必ず六本、不思議なんですよ、必ず六本のまま枝分かれしてる。で、今ちょっといくつか配りましたけど、見ました？で、いろんな形あるんですけど、必ず六角形なんです。で、出来上がりはいろんなその空の条件によって、その雲の中の物語の流れによってできる形が全然違うんです。で、今持ってきたのは2つなんです。はい、ここに掲載した写真はもう本当一部です。もっといっぱいあります。で、それぞれ違う時に降った雪なんですね。何が違うかというと、水の量も違うし、風も違えば、ね、気温も違う。すっごい低い時もあるし、ギリギリゲーとか。で、そういうのがこの形に出てくるんですね。そうすると、あ、空はの上は俺ら分かりようがないんですけど、この雪が落ちてきたってことはこうなったんじゃないかなって分かるじゃん。っていうのがそのこういう意味。天ではこんなことやってるんですかって。ことが分かるんです。で、落ちながら成長していきます。ひらひらひらってしながら、ただ落ちてくるんじゃなくて、その落ちながらもちょっとずつ大きくなったりとか、雪の結晶が大きくなって重なって、いろいろくっついたりします。地上に向かって落ち始めると、雲の中を通りながら成長し続けて、一つ一つ
違った形に、だからみんなが人それぞれ違う顔をしているように雪の結晶も全部違うんです。でどんな家庭環境で育ったかとか、と性格変わるじゃないですか。全く一緒なんです。雲の下に抜けて雪の結晶が成長止まったところで僕らのところに落ちてきたら、あ、こういうのなんだってやっと見えるんです、はい、で星印のような結晶、これあの牛乳のマークとか生き印か、いろいろ あちこちありますよね。で一番多いのが星印のようなね、これみんながよく書く。でこれは樹脂状結晶って名前がついてます。樹脂状結晶で中心から6本の枝を伸ばしている。他の6本です。で中心には結晶も芯になった塵、一番最初の塵はここにある。本当に見えない見えないちっちゃいやつからだんだん大きくなっていってこうなっている。よく似た形に見えるものでもう全く同じものが一つもありません。で樹脂状結晶は雲の湿度が高くて気温がマイナス15度前後の時にできると決まってるんです。雲の中の湿度も高い低いある、いろいろあるんですけど、ムシムシしてるところかちょっとカラッとしてるところかでは全然出来上がっちゃう。で一番単純な正六角形の角板結晶でもあるんですけど、こんなのでこれもちょっと回りましたけど、こういう形になる場合もある。みんながよくしてるのはこっちの方なんだけど、これも雪の結晶。はい。気温もほんの少し高すぎる、樹脂状結晶になるよりは、湿度がちょっと低い、ちょっと乾燥してるときに、枝が伸びきれなくてこうなる。で、板のような形の結晶になっていて、角板結晶っていう。で、樹脂状結晶と同じように平たくて薄いんですけど、厚さは本当に薄いんですけど、枝は全然伸びないんです。で、一番単純な形は正六角形に、普通に本当に綺麗になるんですけど、ちょっとだけこう、こんな風に伸びる場合もあるし。これで、これが本当の大きさだと直径1ミリとか、それになります。で、これからどん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 成長していく心地になっていくんですけど、雲から出てしまうと、成長おしまいなので、その途中段階だったりとか、その一番最初の出来立てのところで雲が出てしまったとか、この落ちてきた形を見れば、あ、何歳なんだなっていうのも分かるんです。で他にはですね、こんなの柱のような結晶、この結晶はですね、角柱結晶と呼ばれていて、さっきの広げたかったんですけど、これ今度長く伸びる、こういう氷の形。削ってない鉛筆みたいな形をしていて、樹脂状とか角板とかさっき言ったやつはもうそれとは違って平たくない。角柱結晶というのは雲の高いところ、もっと10キロ、8キロとかすごい高い飛行機が飛べるような高さのところでできる。そういう違いがあるね。それが落ちてきてるところだとよっぽど長い高さ。これ最初薄かったんですけど、だんだんこうこっちに時間かかる。気温もものすごく低いところでできるって分かりますよね。で降り積もると滑りやすい。だからみんなにとってはちょっと気をつけないといけない雪なのか、単純にも作りやすい雪なのか、これによって全然違うわけですよ。固めても固まらない雪とか、いろいろあります、ね、はい。マジックナンバーは6、樹脂状結晶が時計だとするとですね、それぞれの間は2時、4時、6時、8時、10時、12時、まあまりですね、まあ、必ずこの方向ですよ。それ以外の時間は絶対刺さないです。で、雪の結晶が六角柱になるっていうのは、水の性質っていうのが原因で、一番小さいタイプ、分子の配列っていうのがあるんですけど、それがもう元になります。必ずもう 6以外ないんです。なかなか実は完全な形というのはなく
地上に落ちるまでさまざまなことが起こる、ね、完全な形になることっていうのは逆に実はなくて、さっきのすごい綺麗なの。水の粒が枝のどれか一本に近づけばその枝の成長が早くなるんですの で枝そのどれかの枝だけがやたら太くなってる、引き揺れがあったりするんですけど、どれかだけが太くなったりする、どれかだけが長くなったり実はちょっといびつなやついますよ。双子の結晶でもあれ6分じゃねえじゃん。もう合体すると6本が15分ですよねっていうやつは実はいます。これはもともとは6本です。でコブがついたりとか、だから他のやつがいろいろくっついてきた時にコブみたいになっちゃったりとか、こうやっていろんな形にこう、まあ、元はあああれかなって、元は分かるんだけど、なんかくっついたなと。縁があったりとかしよう。はい。これもそうです。たくさんの結晶が合体するみたいな。合体大事ですよ。で、雪の結晶がぶつかって絡み合うっていうことがよくあって、でそういうのは、まあ、風がどれぐらい強いかもありますよね。あ、じゃあどういうことが起こったのかなっていうのがあるんです。で、みるみる消えていく雪の結晶、みんなのですね、例えばセーターとかにもし雪が来たら一瞬溶けないとか言えると思って、あ、これあれだっていうのが読み取れると、今上どういう感じだなっていうのが分かるよ。で全く同じ雪の結晶はないので、自分のところにたまたま落ちてきたやつを見つけたら、それをちょっと観察してみてほしい。あ、これだな、あれに近いな、でもこれは1個しかないんだよなっていうのをみんなも観察してみてください。はい、ということでおしまいです。降ってきたですよ。はい。よくみんなも食べちゃう。食べる前にね、あのセーターの後多分残ってるね。一瞬残ってる。ちょっと見て。あ、今の話だとチリとかが入ってきたら、やっぱりあんまり綺麗な。綺麗くないかもしれないけど。あの汚くも、本当に汚いんだろうね。火山灰が混ざってる。だから混ざってるものに。なるほど。はい。面白い話、ありがとうございます。では、正座出してください。じゃあ、新さん。